Okay. ブラシね。だぞ。カオリンはですね、撫でてほしくなるとふにょーふにょーと言いながらですね、このケージの1階に訪れます。そして待っているんですが、この伝説のブラシ、これで、撫で撫でをしている鍵は、まあここから上ですね、あの顔付近、ほっぺた、そして頭、顎、ここを撫でている限りはおとなしく嬉しそうにしています。ここから先ですね、首から背中にかけては分かるでしょうか、ちょっと顔が固まるんですよね。これね、なのでまたここへ戻します。いい感じ。ちょっとまだ上もやるかね。緩めてやれば大丈夫かな。ちょっと違う、この顔は違う顔なんですね。ただそればっかりでは進展しませんので、一度このブラシをここに置いて、はいはいはい、うんだデージはダメなのかな。よいしょ、また次を待ちます。比較的すぐに、呼び出されるので、ちょっとこのまま待ってみましょうか。はい、カオリンは一旦ここに避難しますが、そのうちまた呼んでくれますので、またやる？ここちょっと届きにくいけど。
違う。この選択を迷うんですよね。気持ちのいいとこだけをずっとやり続けるのがいいのか、それ以外のところも覚えてもらうのがいいのか。あ、今そんなに悪くないね。あ、これいいのか。あ、ちょっと違う。背中があんまり好きじゃないのかね。軽めにやろうね。そしたらね、で触るか触らないかぐらいにしてみます。あ、ダメか。頭、ほっぺた、顎は割と強めで喜んでくれます。はい、顎やるか。ちょっと顎開けて。結構長時間にわたってなでなでを続けています。その間にはですね、ここの背中なんかもたまに入れ込んだりするんですが、まあまあ受け入れてくれるようになっているかな。あ、でもちょっと違うか。
ですね、うんうん、少し緊張出ちゃった、うんうんうん、少し眠くなってきたかな。いいじゃん、中も背中もやるよ、うん、早く慣れてね。ちゃんという人がここに出てきたぞ。
ちゃんが食いつかないね。ご飯の前必ずこの状態になっちゃうね。はい、誰もこんなに騒いでないよ、かおりん。はい、はい、うん、出る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 の。今それどころじゃないよね。でもね、出ちゃうの。ご飯いただけるそうですよ。はい、母ちゃんどうぞ。あ、トイレもしたのかな。はい、どうぞ。はい、どうぞ。なにかさんね、母ちゃん。おー、ピコッてしたの。あ、大丈夫大丈夫。どうぞ。大丈夫大丈夫。いいかいいか。あー、おいしいね。すごいガツガツ食べてる。うん、リコーさん、カウインさ、ちゃんとカリカリも食べればさ、そんなにガツガツしなくて済むと思うんだけど。カウちゃん、カリカリ食べなさい。カウちゃん、アズちゃんと近いじゃん。アズちゃんの方が逃げちゃった。何食べた？何か落ちてた？